はい、炭酸水好きな俺のシュワシュワ動画やっていきたいと思います。今回は、なんかね、こんな感じのやつです。サンベネデット。サンベネデットです。これどこのだ？ナチュラルミネラルウォーター、括弧炭酸入り。原材料名、水、括弧硬水。だけなんですけど。炭酸入って、二酸化炭素書いてないな。採水地が、スコールゼ。原産国がイタリアです。イタリアのあれですね。pH 値、7.42。若干アルカリっぽい。硬度 273mg バーリッター。まあ、こんなのどうでもいいんだよ。ちなみにこれはですね、いくらで買ったかも覚えてないんですけど、一応賞味期限がまだ切れてないですね。2013年の9月の20、9月の、これ9月だよな。9月の23って書いてあるから、多分切れてない。と思います。じゃあ、いただきます。全然炭酸のがない。なんか、毎回思うんだけど、外国のあれって、毎回炭酸全然ないよな。サンベネテッド。デッドか。全くただの水だな、これ。一応楽天には売ってますね。1本68円とかって。売ってますけど。結構これ人気じゃね、これ。一応人気なんだけど。だってさ、レビューが1700件以上あるんだけど。アマゾンちゃうわ。楽天か。うっそ。全然炭酸入ってないんだけど。こんなのが人気なの。おかしい。炭酸が程よくてだって。いや、ほぼ入ってないんだけど、炭酸。外れ引いたんかな？いや、どうなんだろう。ほんとこういう、ねえ、わけわからん。まあ、水の味自体は別に、まあ、ねえ、わりかし美味しいんじゃないかと思うんだけど、ああ、でもやっぱりあれなんだ。結構炭酸が入ってるのは入ってるでしょうね。その、あれによって違うんじゃね。なんか、なんか違うんだよな。このブログのやつは、あれ、すごい炭酸、シュワシュワってしてますけど。こっち全くしてないんですけこれ本当に賞味期限切れてないよな。
かしいな。賞味期限切れてないんだけど。賞味期限。13年の、これ9月だよな。9月だと思うんだけど。なんかいまいち、薄くなってて見づらいですね。多分9だと思うんだけど。23。って書いてあるから。今2013年だよね。ダメだな、これ。大体炭酸水、シュワシュワ動画とかって言ってるくせして、シュワシュワ感ゼロかよ。っていう話ですね。それちょっと、いろいろ問題がある。ので、これは一つ星でいいよ。ただの水だ。前回のやつも、あれ、一つ星したんだっけな。あれなんか二つ星した気もするんで、一つ星しとこう。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。この残ったやつは、ね、あれにして、ハイボールにして飲もう。